じゃあ、カチウチ空港での捕り物劇で、ともえちゃんは、ご両親の仇を撃ったって言うんですか？はい。足掛け12年、あの子はついにやってみせましたよ。これもあの子が父親から受け継いだ刑事魂と強い意志が不可能を可能へとのし上げたのでしょう。私はあの子を誇りに思います。いずれ折を見て彼女がご報告に上がるでしょうが、あなたにだけは先にお知らせしておこうと思いまして。重ねて申し上げますが、こいつはヤバい橋になります。融資ならいいですがね、懲戒だったら退職金も吹っ飛びます。なんだ大石、お前ヤバい作戦の前にはいつも隣の雀荘に部下を集めてそう脅してるそうじゃないか。いつもと変わらん変わらんの。ええ、そうっすよ、おじさん。いつものようにもっと元気に、退職金が欲しい奴は、10数える間に出てってくださいってやってくださいよ。そうじゃないと調子狂っす。いや、本当にやばい話なんですよ、クマちゃん。その覚悟は本当にあるんですか？試しに10数えてみればいいじゃないですか。なら、今日は俺が数えるっす。退職金が欲しい奴は、10数える間に退出してください。1、2、3。わかりました、わかりました。クマちゃんの覚悟はよくわかりました。いや、しかし、本当にいいんですね。ええ。俺、あの日赤坂さんの武勇伝を聞いてるうちに、熱くなってきたんす。やはり刑事になったからには巨悪と戦いたい。それに俺もやがては赤坂さんみたいに武勇伝を誇れる男になりたいんですよ。やばい橋、上等じゃないっすか。それに大石さんの提案する作戦で俺たち一度も失敗したことないです。だから俺、その大石さんがいけると思って誘った作戦ならビビりませんよ。若いというのはいいの。こいつな、あの日以来赤坂くんにだいぶ感化されよっての。秘密捜査や秘密事件に関わりたいと息巻いとったんじゃ。いや若いっていいな。それでじい様はどうします？わしも乗るぞい。というかそこまで言われたら、会社の検視がそいつらをしょっぴけるかどうかを左右することにもなるからの。今日まで散々不養生を重ねてきた。そうそう、この老いぼれが長生きすることもないだろう。なら男に生まれたからには最後くらいでかい花を咲かせたいもんじゃい。やれやれ、じい様もクマちゃんもとにかく怖いもの知らずだな。だからドラが三つもまくれてても強気でリーチ入っちゃうんだな。何言ってんすか、大石さん。男なら降りられない時がある。どうせ切るならど真ん中ってのは大石さんの口癖っすよ。違いない、違いない。わかりました、お二人の首私が預からせてもらいます。そうと決まれば
わしの方も少々準備がいる。今のメンツと機材じゃ薬物系まで調べるのは難しいからな。急いで知り合いの鑑識の中から手の空いた連中を呼びつけるか。大石、全部終わった後はちょいっとでかくおごってもらうぞい。そこは任せてください。ですが、打ち明ける相手にはくれぐれも注意してくださいよ。署内にスパイ混じってるそうですから。わかっとる。わしも伊達に人は見とらん。任せとけ。よし、燃えてきたっす。刑事魂本開っすよ。では私はこのままちょいと用事があるんで出かけます。いきなりの無茶な頼みですみませんでしたね。何、構わん。久々に男の血がうずいてきよった。これほど腕のなる大舞台、わしの人生でもこの年になって初めてじゃわい。ビビるどころか、ここは楽しませてもらうぞい。俺も同じっす。やってやりましょう、お石さん。ありがとうございます。じいさま、クマちゃん。なるほどね。とりあえず事情はよくわかったよ。あ、ケイちゃん、あれ、なんだ。あのさ、ケイちゃん、前にも言ったけど、私たちのことを思って内緒にしてたんだって分かってるよ。でもね、そんなに私たちって頼りにならないのかな。そんなことないぞ。ただ何？言っておくけど、私はケイちゃんが真剣に話す内容なら最後まで聞くし、絶対に茶化したりしない。そして助けを求められたら全力で応える覚悟はできている。今までだってそうしてきたつもりだよ。でももしケイちゃんが私のことをちょっとでも疑っていたのなら、私はこの場でケイちゃんの仲間から降りさせてもらう。どうなの？悪かった、ミオン。それにみんな、理由はどうあれ、慎重になりすぎて相談が遅れたのは確かだよな。すまない。うん、そうじゃなくて、みーちゃんが怒ってるのはリカちゃんほど信頼してもらえなかったからなんだよね。違うって。私はその、いや、まあちょっとは、あるけど。ケイチ君、迷惑をかけ合えるのが仲間だって言ってくれたよね。それはレナも同じ。ケイチ君やリカちゃんに迷惑をかけられるのは全然嫌じゃないし、力になれって言ってくれた方がとっても嬉しい。だってそれはレナを信頼してくれてるからなんだもの。だからね、話す前から迷惑かもって気を使ってほしくない。誰にでも言いたくない秘密はあるけど、遠慮されてると分かったら逆に辛い時もあるんだよ。ごめん、そうだよな。自分で言ってて世話がないよな。ミー、それにレナ、僕がケイチに頼んだことなのです。
敵の動きと思惑がわからない間は、変に敵外心を持たない方がいい。そのせいで敵に不穏を蹴取られたりしたら、かえって危険だと思ったからなのですよ。わかってる。でも、これはもう感情論の問題だからさ。まあそのことは後できっちり返してもらうということにしよう。覚悟してよ、ケイちゃん。そうだよ。わかった、ケイチ君。だけど、ニーニーの件は明らかにリカの説明不足が原因だと思いますわ。もう少し手順がよろしければ、シオンさんもあんなに取り乱さなかったでしょうし、監督だってきっと怪我をせずに済んだはずでしたよ。み、反省しているのです。そんな、謝らないでください。元はといえば、すべて私の至らなさが発端なんですから。シオンさんとサトコちゃんには、どれだけ謝っても許されることではないと思っています。それはもうよろしいのですわ、監督。ニーニーが生きているとわかっただけでも、私は本当に嬉しいのですから。ね、シオンさん。シオン。あのさ、シオン。気持ちはすごくわかるけど、サトコもこう言ってるんだから、今はこれからのことを話し合わなきゃ、ね。シーちゃん。そんなことくらい、私にだってわかりますよ。でも、どうしても釈然としないことは、頭ではわかっていても、心がついていきませんし。シー、お願いなのです。力を貸してくださいなのですよ。大体皆さんはそれでいいかもしれませんけどね。私はそんなに大人じゃありませんから、せっかく。いい加減にしなよ、シオン。監督の気持ちをもう少し考えてあげてもいいでしょ？シオンさん。だから、納得いかないって言ってるんです！おい、シオン！なんでサトコ、私の呼び方がシオンさんに戻ってるんです？さっき私のことを、ネーネーと呼んでくれたじゃないですか！はぁ？あの、シオンさん？ほら、またサトコ、ひょっとして私のこと、もてあそりました？ねえねえって呼んでおいて浮かれさせて、その後私をじらして連れなく突き放して。あれですか？幸せに一旦あげてから、連れない態度で気を引こうってあれですか？はぁ、もう見事に引っかかっちゃいましたよ、私はね。でもだからって、こういう時くらいは、もう少し優しさの一かけらでもあった方がいいと思うんですよ。違いますか？そうでしょ？それとも何ですか？人参アスパラ弁当を回避する今後の駆け引きにでもするつもりなんですか？は？シーちゃん。ごめん、それ笑うところなのかな？かな？むしろ怒っていい？いや、殴っていい？この空気読めない娘が。いや、お前が言うな。サトコ。え、なんですの、リカ。とりあえず呼んであげてくださいなのです。話が全然進まないのです。
とりあえず本題に戻ろう。この中でまだ説明を聞き足りない人はいるか？とりあえず本音を言えば、私も園崎家当主代行としてはいろいろと聞きたいことはあるよ。これまでの事件の動機とか裏側の秘密をね。でも今はそれはなしにする。とにかく最優先事項はリカちゃんの身の安全の確保だ。それに続いて敵の迎撃、この二つに視点を絞って今後の対応を考えよう。しかし、うちに避難しようと考えるのはいい判断だね。うちの地下なら核戦争だってしのげるよ。電気もある、電話もある。もちろん食料だってあるしね。山犬って連中がそんなにも厄介な相手なら、この村の中でリカちゃんをかくまえるのはうちしかありえないよ。みんなを巻き込んでしまって申し訳ないと思いますです。リカちゃん、もうそれは言いっこなしだぜ。ちょいとことがでかかったんで、正直俺も一時は面食らっちまったが、なあみんな、どいつもこいつも内心は面白くなってきやがったとか思ってんだろ。さとこ、どうもこいつは俺たちに本気でやってもいいってことみたいだぞ。お前だいぶ温存してるんだろ。シャレじゃ済まない秘蔵のトラップをだいぶ隠し持ってるんだろ。そいつを食らわせてやる、またとないチャンスじゃねえか。部活メンバーに私がいたことに感謝なさいませですわね。相手が何様だか存じませんけど、本気でやっていいとなれば、たとえ部活メンバーが相手でも使用をためらってきた奇跡の大トラップの数々が惜しげもなく飛び出しますのよ。そうだね、サトコちゃんのトラップはミーちゃんのお墨付きだもんね。たとえ相手が本物の軍隊でも、サトコちゃんのトラップはみんな蹴散らしちゃう。そんなことないよ。ケイチくんだってここ一番の時の爆発力と瞬発力はすごいよ。私では打ち破れない運命を打ち破れる気がするもの。ケイちゃんが赤い燃え上がる炎なら、レナさんは青く静かに燃え上がる炎という感じですね。知ってますか？赤い炎よりも青い炎の方が温度が高いんですよね。まあ、私は部活メンバーに加わってそんなに間がありませんけどね。でもケイちゃん、いや部長さん、あんたの期待は決して裏切らないと確信していますよ。天下の園崎姉妹にあだなそうと考える身の程知らずの大ボケ小ボケにゃ、一つでっかい教訓と反省をお持ち帰りしてもらいましょうか。いやはや不謹慎だと思って黙ってたけど、おじさんさ、本当はこう思ってたのさ。こいつは最高に面白くなってきたっ
ってね。今は感謝してるよ、リカちゃん。これだけの獲物をよくぞ知らせてくれた。このひなみ沢で我が部に挨拶なしで上等を決めてくれようとはね。きっちりけじめを取らせてもらうよ。ありがとう、みんな。信じてくれてありがとう。さて、そうとなりゃ作戦会議だ。まず、リカちゃんは園崎家に身を隠すとしても、移動する際には理由が必要だよね。これが実は一番ネックではあるんだけど。いきなり移動したら敵だって何があったって勘ぐるよ。今まで秘密裏に運んできたのは敵の油断を誘うためなんでしょ。そんなことしたら苦労が水の泡だよ。理由か。祭りの後体調を崩したから部屋で寝込んでるってのはどうだ。それだと部屋に誰もいないことがすぐにバレてしまいます。あの部屋は山犬たちの監視下にあるのですよ。なら私が部屋に戻りますわ。それで理科の看病をしているってことにするのはいかがでしょう。それも却下だ。行き先を知っているということで、今度は里子が狙われる。里子が目覚めたってことはここにいる連中しか知らないんだから、サトコはまだ動かない方がいい。あ、それなら監督に協力してもらって、リカちゃんがここに入院しているってことにするのはどうだ。で、リカちゃんは園崎家に移動して隠れるとか。残念ですが、ここに入院してるのを確かめるのはたやすく、ごまかすのは難しいです。それにここにいないとわかれば、真っ先に園崎家が疑われるでしょう。リスクが大きすぎます。いない人をいると見せかけるは難しいか。いる人間をいないとするのは簡単そうですけどね。隠れる場所が多いし。あんまりいじめるなってシオン。そして高野さん、いや、もう呼び捨てでもいいよな。高野の背後にある黒幕を調べるために、今赤坂さんが動いてくれている。この人が尻尾を掴んでくれたら、敵の兵糧。つまりは、本部のバックアップが打ち切られて、敵は行動を起こすことができなくなる。そうなれば、俺たちの勝ちだ。でも、大丈夫かな。黒幕が分かっても、実行するのは高野なんでしょ。高野はその黒幕に自分たちの正当性を認めさせることで、緊急マニュアルに基づく非常行動を起こすことができるのです。だから黒幕の陰謀を公に暴くことができれば、緊急マニュアルの実施は無意味かつ単なる蛮行となります。それは高野が自分の理論を正当化させる目的を持っていることから考えても絶対に回避するはずなのですよ。でもよかったね。5年も昔にした約束を覚えてて助けに来てくれるなんて本当に素敵な人だね。ちょっと羨ましいかも。私の好みじゃありませんけど、リカにはちょっと嫉妬しましたよ。赤坂は別にそういうわけではないのです。しかも東京の警視庁の公安部の人で、それも秘密部門所属なんだろ。すげえ頼もしい人だよな。秘密部門ってのが痺れるぜ。ただ赤坂さんの役割はバックボーンの調査みたいだから、リカちゃんの防衛とは切り離して考えないと。それと重要なのは
今行方不明になっている富武さんだよ。いなくなったということは殺された可能性が低いと思う。もしも死んでいたら鉄平じゃなくて富武さんがたたりの犠牲として発見されていたはずだからね。鉄平はどうして殺されたんだろう。多分黒幕たちに対しては雛見沢症候群のアピールだよ。こんな症状を起こして死人が出るってね。そして村人たちに対してはこれがたたりによるものだと思い込ませてこの雛見沢から脱出しないように警告する。あと恐怖と不安は先導する側にとって便利な心理だからね。リカちゃんを生贄に捧げた後に村人たちの集団行動を律する意味合いもあるんじゃないかな。いわゆる封じ込めだな。高野の偽装死体が目立つ形で発見されたのも姿を消す以外にそういう目的があるってわけか。話を戻すよ。富武さんがもし生きていたら彼の手に入れた情報の有無が対局を決めると言っても言い過ぎじゃない。しかもどうやら敵を鎮圧できる番犬部隊を呼ぶことができるのは富武さんだけのようだし、つまり富武さんの安否が戦局を分けることになるね。うん、下手くそカメラマンの富武のおじ様が私たちの命運を握っている超重要人物とは不思議な感じ。とはいえ悲観的になりすぎるのもどうかと思いますが、富武のおじ様の力を頼りにできない可能性もあります。万が一に備え他の手も考えておいた方がいいと思います。でも他に何か打てる手はありますでしょうか。頼りにできるのはあとは大石ぐらいか。どううまく説明するかだね。それについては昨夜ここに来た時に大石には説明しましたのです。赤坂もフォローしてくれましたがまだ迷っているみたいなのです。あと富武さんは内部に疑いを持って内定していたはずだからどこかに痕跡の一つは残していたかもしれない。自分にもしものことがあった時のためにね。期待しすぎると良くないけど調べてみる価値はあると思うよ。そうですわよ。もし情報活動で優秀な方だとしたら自分に何かあった時のための緊急の連絡手段は必ず用意しているものですわ。富武さんの宿泊先に何か手がかりが残されている可能性は。でも敵がもし富武さんを疑うとしたら一番に捜索するのはそこじゃないかな。富武さんもそれが分かっていたはずだし、そんなところに重要な情報を残したりはしないと思う。とりあえず富武に頼らない別の方法も考えてみるのです。入江、他に何か方法はありますでしょうか。すみません、東京とのつなぎは全て富武さんと高野さんにお任せしていたので私にはいい手段が。それに今日は確かにこの診療所も無人ですがほとんどの職員が高野さんのばっかにあると考えた方がいい。私があなた方にご協力できることは情けない限りですがあまりないんです。となるとやっぱり赤坂さんの動きが重要になってくるってわけか。それまではひたすら敵から逃げる手段を考える。消極的なやり方だね。それに赤坂さんが頼りってのは心強いけど危険でもあるな。いつまでって期限が明確じゃないからさ、また別の角度の攻撃を考えないと。赤坂さんの調査に貢献できるような攻撃ってねえか。面白いですわね。何かのトラップを仕掛けて尻尾をつかみ黒幕に言い逃れできない証拠を突きつける。
最高のトラップシチュエーションでしたよ。奴らの狙いが僕なら、僕を何かのおとりにするのはどうですか？危険だけど、高野たちは僕が目的なんだから、食いつかざるを得ないのです。かなり危険な一手だね。でも確かに、高野がリカちゃんを追っているという大きな証拠をつかめる手だよ。わざと姿を見せて、騒ぎを大きくして逃走戦にすれば。うん。少しは面白い効果が期待できそうだね。そこで里子の裏山が役に立つ。まあ、あそこに逃げ込めば、追っては大変なことになりますわね。でも、やっぱりそれは最後の一手だと思うかな。裏山にこもれば、籠城戦になって、状況はだいぶ変わる。この手に訴えるのは、本当に最後の最後だと思う。そうですわね。暗山のトラップは防御効果が非常に高いでしょうけども、あくまで防御ですわ。敵に対し攻撃するものとは違いますもの。うん。裏山籠城は追い詰められた最後の切り札になるだろうね。これは本当に最後の手段。うちに籠城していても敵に襲われ、拠点として捨てざるを得ない時だけのね。ちなみに、うちの地下には隠しトンネルがあって、山中の井戸に抜けられるようになってるんだよ。男でなくても燃えてきますよ。とりあえず、方向性は固まってきましたね。せっかくだから、もっと有効な具体案はありませんか？僕たちに、そんな方法があるのでしょうか？きっとあるよ。私たちは、リカちゃんが思ってるほど無力じゃないし、切り札だってないわけじゃない。彼らにとって重要な、リカちゃんというキーマンが、私たちと共にいる。これが重要な切り札になるんだから。リカちゃんをおとりにするっていう意味じゃなくてね。確かに。女王感染者が私たちのところにいるのは、彼らに対して大きなアドバンテージになるね。連中の目的は何？リカちゃんを殺して、緊急マニュアルとやらを発動させ、この村を丸ごと抹殺して、それを組織内の派閥争いに利用すること。そうだね。そうですね。リカちゃまは奴らにとって、すべてを吹き飛ばす爆弾みたいなもの。うん。そうか。それを爆発させて大騒ぎを起こし、それに乗じて何かを得するのが奴らの狙い。それを爆発させないのが私たちの勝ち、ということになると、それはあまりいい状況ではありませんわね。確かに。こちらはいつまでもずーっと守り続けなくちゃならないけど、向こうはなりふり構わず、リカちゃんを殺せば勝ちになる。まるで片方にしかゴールがないサッカーだよ。しかも、攻撃意図とパターンが読めないうちは、高野たちの攻撃を退けても、再戦があるかもしれない。防衛だけならまだしも、第2波、第3波と攻められたら、やっぱり弱いよ。大丈夫よ。あなたなら。だから、導いてあげて。私たちを守ってくれる方法は、あなたならわかるはず。そっか。そういう、ことか。シオン、どうしたの？いえ、別に。
みんな、聞いてください。策なら一つ、いいのがありますよ。監督、今から警察に電話してください。銃を持って診療所に押し入った凶悪犯がいるって。シオン?ちょっと待って、それって。リカちゃま、ごめんなさい。死んでくれますか?の、チキショー!離せ!離せ!ぶっ殺してやる!みんなぶっ殺してやるんだ!ぐっ、こら!お前、本当にどうしちまったんだ!この、いい加減にしなよ、シオン!どこまでその先を疑えば気が済むのさ!その他キッション、傷害と公務執行妨害の現行犯で逮捕する。離せ、こら。私が犯罪者なら、あいつらだって犯罪者だ。ここの所長はサトシ君を、サトシ君を、あいつらこそ地獄に行けばいいんだ。うわー、前原さん、これは一体何があったんですか？見ての通りです。俺たちが里子の見舞いに来た時には、シオンが改造モデルガンを監督に向かって撃って殺そうとして。サトシ君の仇だ、あんたも一緒に地獄に連れて行ってやるって。もう私もあの子が何言ってるのか全然わからなくて。園崎さん、今園崎シオンがあんた持って行ったって言いましたよね。まさか他にも。はい、私はリカちゃまを拉致した。あんたが白状しなければそっちに聞けばいいって。なんてことだ。クマちゃん、フルデケの確認、それとフルデリカの捜索と目撃情報の収集を。了解っす。大石さん、いや実は昨夜外でタバコをふかして診療所に戻った時に、人のような気配を感じたんですよ。動きも俊敏だったので猫かなとは思ったりしたんですが、まさか園崎シオンだったとはね。気持ちがぐちゃぐちゃだったとはいえ、こんなミスしてたんじゃ刑事失格ですな。決断遅かったですかね。これじゃあ昨日の話への返事もできなくなったってことですか。後悔先に立たずとは言いますが、これで私はたたりの謎に迫る機会を永遠に失ったってことなんですかね。え?まだ
終わってません。なんと、あんたたちは。あとは、シオンを尋問して確認してください。そこから先は、大石さんの判断にお任せします。やばいと思ったら、この話は忘れてくださって結構です。勝負に出たってわけですか。いや、わかりました。それでは、これ以上のことをお聞きするのも心苦しいですから、またいずれ聞き込みに伺います。ケイちゃん。心配するな。それにしても。何？お前、泣きまねうまいな。あ、出て！言っておきますが、改造モデルガンとはいえ、銃刀法の適用内ですからね。それに、傷害は現行犯ですから。悪くすりゃ少年法でも実刑になりますよ。なるほどね。とりあえず、ゆっくりと尋問させてもらいますから、話聞かせてもらいましょう。毎度、おこのぎ造園でございます。はい。え？お呼び立てして申し訳ございません、サンサ。状況を。本当なの？はい。午後6時15分、沖宮署の取調室で、園崎紫音がほのめかす供述を始めたそうです。そんなわけないでしょ？ R の監視はどうしてたの？その、サンサ、実は、不確定な情報だったため、サンサにまだお話ししていないことが。昨晩、富竹の落ちたあの沼に、山を散策していた R が転落したそうなんです。必死の形相で探し回っている村の少年の様子を、隊員たちが目撃しています。なんでそんな重要なことを私に報告しなかったの？計画を起こす前に R にもしものことがあったら、すべて終わりなのよ！確定情報か、それともデマかを、あんたたちが判断する前に、まず私に報告を。って、ちょっと待って。じゃあ、園崎紫音が R を殺したっていうのは、一体どういうことなの？いえ、目撃した連中も同様のあまり、状況把握が不十分だったそうなので、これはあくまで推測ですが。R を沼に誘い込んで突き落としたのが、その園崎紫音本人という可能性もあります。だからこそ、バックについた園崎家が、
アールの安否を秘匿して村人たちに対してもそのことをひた隠しにすることができる。だとしたらアールを殺害したって事実はかなりの信憑性を持ってくるんじゃないでしょうか。すぐに R の行方を探しなさい。園崎シオンの供述内容をこちらに逐一報告。警察より先に我々で身元の確保をしろ。とにかく R が落ちたという沼を徹底的に捜索。富武二郎の調査部隊もそちらに回せ。もちろん現在でもダイバー装備を持ち込んで沼の中まで捜索中ですが、なんせ濁りが激しくて深い沼、発見には相当の時間がかかると思われます。遺留物らしきものも沼から上がった痕跡もなし、村の人間も R が行方不明になったとは誰も聞いていないそうです。じゃあどうして R がいなくなったのに誰も大騒ぎしていないのよ。ただの子供でもいなくなれば大変なのに、あれだけの村のシンボルが見当たらなくなったら、その知らせが村中に知れ渡っていてもおかしくないでしょ。村の連中は R が自宅で寝込んでいると思い込んでいるようです。実際演舞が終わった直後に気分が悪いと言って倒れて、入江所長が診察しているのを何人かが目撃しています。その後大人たちの一人に背負われて自宅に帰り、そのまま眠ってしまったと。だったら自宅に R はいるの？いないの？いえ、すぐに隊員を差し向けましたが、どうやらいないようです。R が自宅を抜け出して裏山に行ったということを村の連中はおそらく知らないんじゃないでしょうか。何のために R は裏山に行ったのよ。そこまではわかりません。ただただ何？サンサ、あるいはという仮定をお許し願えるなら申し上げますが、R は園崎シオンの手ですでに殺害されていると判断して、作戦を予定通りに進めてもよろしいのではないでしょうか。隊員たちの報告から判断してもその扱いで進めて問題はないと私は考えますが。もう死んでいるだと？死体も見つかっていないのに状況証拠だけで殺害されたって決めつけるの？あんたたちは冗談じゃない。そんな不確定な状態でこの緊急マニュアルが発動させられるわけがないでしょ。フルデリカの死亡を確認した上でなければ、私たちのこれから起こす村全域の封鎖作戦は何の正当性も根拠も失って、ただの大量殺戮とされるだけなのよ。
失礼します。サンサ、東京の野村様よりお電話です。どこで嗅ぎつけてるのよ、あの女は。私が電話をしている間に大至急沖の宮署に拘留されている園崎紫苑への尋問を強化させろ。どんな手段でもいい。 R の生死とその所在を早急に聞き出せ。すでに進めています。県警本部の人間も繰り出して何としてでも口を割らせると連絡を受けております。それ以外にも総員で村全域の捜索にあたり行方を探し出してみせるつもりです。つもりじゃない、絶対だ。大至急よ、急がせなさい。おはようございます、高野です。ちょっと待ってください、今さらそんな。いえ、そういうわけでは。ともかく以後の前書について、はい、改めてご相談を。ああ、わかった。沖の宮署の方が分かり次第、俺とサンサに連絡しろ。それより、R の監視体制だが、R の確認をなぜ怠った？富武次郎が落ちた時のものとは違う大きな水音を隊員の何人かが聞いているらしい。沼に向かって名前を呼びかけている少年も R の友人の一人と確認した。ほぼ間違いはない。だったらなんでそのガキは村の連中に連絡しないんだ？そいつにたばかられたって可能性は本当にないのか？それはない。隠蔽行動は万全を期した。その少年が我々の存在に気づいた形跡はないはずだ。隊長、まだ疑うなら今すぐその少年を拘束するか。現状なら簡単に拉致できると思うが。そいつは三佐の許可がなけりゃできん。それに拉致ともなれば警察がその犯人捜査に乗り出すことになっていろいろ厄介事が増えるだけだ。ともあれ念のためだ。そのガキの所在と動向を探れ。それと村の捜索に全力を傾けろ。隊長、ひょっとして R を村の外に拉致した可能性はないでしょうか？そのザキ県外となるとそれに適した場所が思い当たりません。思考を硬直化させるな。もっと他の可能性も探り出せ。そもそも真っ昼間に小娘一人が誰にも見つからずに村外に R を連れ出せるわけがないだろう。そういや、警視庁の公安がうろちょろしていたそうだな。沖ノ宮の宿泊地に所在は確認しているか？おそらく。確認させます。あと、富武任意の所在はどうなってる？まだ行方は見つからないのか？まだです。沼周辺をくまなく捜査しましたが、浮かび上がった気配も沈んだ様子も見当たりません。いや、ちょっと待て。今、三佐に電話があったんだよな。東京から。それが、何か？
警視庁の公安がこっちに張り出してるってことは。しまった、やられた。さーて、もう後戻りはできんぞい。さーて、これで泰山明堂して何が出るっすかね。園崎シオンの様子は？落ち着いてます。というか思いっきり力抜いてますね。さすが昔拘置所に放り込まれたことがあるっていうだけあって、余裕かましていびきかいて寝てますよ。さすがは鬼娘、豪胆ぶりは母親譲りってやつですか。クマちゃん、私は通信センターの方へ様子を見てきます。ここは絶対に死守してください。なっせ、死んでも誰も通さないです。あとのわしの役目は北条鉄平の司法解剖じゃな。メンツは全部わしの子飼いで固めたから、ミクロンのごまかしも見逃さん。熊谷、ここは頼むぞ。任してください。どうですか、こちらは。はい、ついさっき凱旋経由が刑事課の直通番号に一本。相手は？県警本部大高警部です。なあ、大高君か。へえ。通話が終わったようです。馬ちゃんに聞いてみよう。ピッポッパッと。もしもし。おっと、大丈夫、私ですよ。いかがでしたか。もう対応が何から何まで全てマニュアル通りでしたね。あの人相当頭に来てますよ。所長の出勤を待って朝一でこっちに直接踏み込んでくるそうです。相変わらずことを派手にしたがる性分だな。てめえの体一つで喧嘩もできないんですかね。いよいよ本格的になってきましたね。言葉の端々に何やらきな臭いものを感じてきますよ。さあ次どう出るかが楽しみですよ。とはいえ大高のバカが来るとなると、一応念には念を押しておきますかね。ああもうこんな時間、まだ残ってくれているといいんだけど。なあ、そういえば大石さん、祭りの日の遺失物扱いだってことで雛見沢町内会からカバンを預かっていますよ。カバン？それはどんなやつですか。一応確認しましたけどね、どうやらカメラとフィルムの類ですね。どうしましょうか。